三角ボタン。はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、プラレール鉄道物知り百科、新幹線なんでも百科っていうのがある。新幹線のことがいろいろわかるよ。ちょっとやってみましょうか。三角ボタン、四角ボタンで選んで。いい地形、新幹線 MAX 行きましょう。いいですね。日本で初めて全部の車両が2階建てになった B1 系新幹線 MAX。 E1 系 MAX と E4 系があるんで、1,235人も乗れるんだよ。で1,235人、すごい、ね、これは会社や学校に行く人がたくさん乗れるようにしたからなんだ。もう一回 MAX 見たい人はこの映像で見れますね。三角ボタン、四角ボタンで選んで、丸ボタン。結構新幹線の車両多いんだよ。いいですね。力持ちの新幹線、E2 系新幹線。もう今走ってない車両も結構。この新幹線は逆に今走ってる車両の方が少ないですから。力の強いモーターで走っているからなんだよ。ああ、そっか、雪ある地方走ってますからね。次、三角ボタン、四角ボタンで選んで、これはこれね、僕よく乗ってましたね、ハヤテ。いい日系新幹線ハヤテ。2002年12月登場の一番新しい新幹線。なあ、このゲーム発売した時はこの新幹線がリンゴのマークがついているのが特徴だよ。揺れが少なく乗り心地がとってもいい。最新車両だったか、最新型の車両だったと思って。三角ボタン、この小町、これは今赤いとんがったやつで小町ってね、普通の電車と同じところを走るから、他の新幹線、電車で GO2 のね、ジャケット、この E3 系新幹線小町でしたけど。三角ボタン、四角ボタンで選んで、400系新幹線翼。これは銀色の体をした400系新幹線。これも大宮鉄道博物館で展示車両他の新幹線よりありますけど、展示されてましたけど、ミニ新幹線と呼ばれているんだ。400系だったかな、確か翼だったよ。翼は確か展示されてたけど、400系だったと思う。三角ボタン、四角ボタンで選んで、500系新幹線の前身です。これはWIN350だね。500系新幹線を作るお手本になったんだよ。時速350キロ出る新幹線を作るための高速試験車だ。そうだね、うん、でもかっこいいよね、やっぱこれもかっこいい。三角ボタン、あ、出た、レールスター。電車でご採用新幹線編でもね、おなじみ。これは700系新幹線レールスターだね。覆面をしたようなデザインの先頭車両が自慢だよ。はい、三角ボタン、百系新幹線、中間車は2階建てなの。これは200系新幹線だね。百系新幹線これも結構乗ったね、乗ったことあります。色が違う、雪の多いところを走るので寒さや雪にも強いんだよ。三角ボタン、今度は JR 東海です。やっぱ700系新幹線ってやっぱすごいね。これは700系新幹線のぞみだね。先頭車両が鴨の橋のくちばしのようだね。揺れにくく静かに走れるようにこんな形をしているんだ。先頭車両の形を工夫したので時速285キロで走っても車内は静かなんだ。285キロ、やっぱさっきの300キロだもんね。
500系新幹線。三角ボタン、あ、出た、500系新幹線。これは500系新幹線のぞみだね。うん、この車両はいいよね。300キロだ。早く走れるように先頭車両がとんがった形になったんだよ。鉄道模型でこれ16両それの大変で、新幹線を買う気にはなんない。買う気にはなんないっていうか、まあ、ただ走るスペース、走らせるスペースがないっていう、まあ、レンタルレイアウトとかねありますけど、そこまでしてっていうあれは。確か30分500円600円とかそのぐらいだよね、レンタルレイアウトって。ポポンデッタだとそんな感じだけど、三角ボタン、結構新幹線あんだ。百系新幹線、ね、常連ですよね。あの電車でも採用新幹線編。日本で最初に作られたゼロ系新幹線よりも軽くて、あー、そうなんだ、軽いんだ。あ、出た、ドクターイエロー。線路のお医者さんですよね。これは線路のお医者さん、ドクターイエローだね。線路や架線に悪いところがないか調べるための新幹線なんだ。幸せの黄色い電車、京急にもね黄色い電車ありますけど。三角ボタン、四角ボタンで選んで、あ、今度は E4 系新幹線マックス。さっきの E1 系のマックスが乗ったこと、1回だけ乗ったことあるけど、これはない。 E4 系新幹線マックス、E1 系新幹線 MAX と同じ2階建てで、1編成で1634人も乗れるんだ。はい、という、あれ、ここまでだっけ？丸ボタンで決めてね。これ、そうだよね、ここまでですね。はい、ということで、まあ、こんな感じです。はい、ありがとうございました。